て、きなチャンネルのすくやびん。あっしにやびん。みにくいえ。よろしくお願いします。今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は2人で、はいはい、ちょっとインタビューをしたいと思うんですが、はい、内容が、校歌歌えますか。校歌、まあ、小中高。はい。はい、どっちでもいいんですか、小中高。どれでも覚えてたら。はい、ちなみに、はい、まあ、今日場所がこちらのね、純駆動さんの前、もしくはちょっと中に行くかもしれないんですけど、ちなみに小学校は大宜味小学校です。歌える校歌。一番だったら歌えると思います。おじゃあちょっと。はい、移動したたる真珠森春を過ぎぬ金久川、青海原の木を呼びて、清き心と尺度の賢治らつの大宜味校です。あ、大宜味校なの。確か大宜味校だった。学校の校だったと思います。はい、校歌ダンスみたいなのがあったので。 あったんだ。あの旗持ってこういうのがあったので、はい、なんとなくて覚えてはいるという。なんかこの校歌ダンスも、はい、沖縄の方でも知らないっていう方も。あ、そうなんですか。 今もやってる。今どうなんですか。今僕らその合体というか、あ、はい、他の学校と一緒になので、もしかしてちょっとわかんないですけど、僕らの時代やってます。あ、ということで、はい、まあ、なんか高架の中って近くにある、ね、川だったりとか、そういうなんか山だったりとかもあると思うんですけど、はい、なんかまあそういうのを聞いて馬も歌えるのか、聞いてその学校って分かるのか、はいはい、ちょっとインタビューしたいと思いますので。気になりますね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと今 YouTube でインタビューしてて、ちょっとお時間よろしいですか。一瞬だ。はい、ありがとうございます。小中高の校歌歌えますか。歌えないです。あ、覚えてらっしゃる。 ちなみに沖縄の方ですか。いや、違います。あ、違います。はい、どこの地方ですか。私、東京です。あ、何歳代ですか。30前半です。30前半、はい、じゃあもう卒業したら全然歌ってない。歌ってないですね。同窓会で20歳の時に会ったぐらいで、あ、だからその時歌った記憶があるけど、今歌えてって言われたら出てこない。出てこない。出てこないです。ありがとうございます。若い人に聞いた方が若い、まだ現役っぽい人に。いや、うちの若いのに聞いた方がいいと思いますよ。あの、この今回イベントの。あ、なるほど。お仕事中失礼しました。すいません、大丈夫です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。歌わないですもんね。お風呂場で歌うとかって大丈夫じゃないですか。私もでも小学校のしか覚えてないな。やっぱなんかあるんですか、小学校の。小学校ってなんかね、なんか何かしらで歌うじゃないですか。うちは小学校、まあ、埼玉のあれですけど、御岳の山っていう。御岳の山、はい、あの歌詞が出てくるんだけど、はい、未だに御岳の山がどれかあんまり分かってないです。御岳の山、あるかもしれないですね。御岳の山はどこなんだろう。お借りします。漫才と大喜利爆笑の1時間。そうなんです。毎週水曜日、純駆動書店の地下1階でお笑いライブ週刊オリジンやってます。僕も毎週レギュラーで出てます。これ毎週新ネタ。毎週、あの、新ネタではないです。あの、本当に好きなネタをやって、結構なんか MC というか企画もあるので、大喜利やったりっていうのもあるので、入場無料です。毎週水曜日。毎週水曜日です。19時半からやってますので、満席目指してもらってますので、ぜひ。満席は何人。満席です。大体40席ぐらいあるので、40席満席で、はい、ぜひぜひ無料で見れますので、よろしくお願いします。この前あれですね、取材でお世話になったお母さんが、もう大人気だ。松原屋製菓さん。お久しぶりです、お母さん。今別のちょっとインタビューで回ってて、お母さん、小中高の校歌って歌えますか。中学校の歌えますか。娘が今通ってるので、ちょっとワンフレーズでも歌ってたりします。デイゴミハユルウルマジマですね。ウルマジマ、はい、ウルマジマはどこ。那覇中です。那覇中。あ、そっか、そっかそっか、娘さんが通ってたら学校行ってちょっと聞いた、入学式で聞いたりとか。あ、小学校はあれですか。
サンゴの島高い空、コバトが飛んでる私の学校、つぼやだった気がします。すごいワンフレーズでも出てくるのすごいですね。そうやっぱね、高校出てこない説みたいになっちゃった。高校出てこなくて全然親子2代で歌えるんだ。素敵、いいですね、ありがとうございます。また寄らせていただきます。インタビュー、あ、顔映さないんで声だけとか厳しいですか。すいません、ありがとうございます。いい、とんでもないです、ありがとうございます。すいません、こんにちは。今ちょっと YouTube の撮影してまして、ちょっとインタビューさせていただいてもいいですか。あ、いいです、ありがとうございます。沖縄の方ですか、はい、小中高の校歌って歌えますか。小学校の頃は覚えてます。今ちょっといや。あ、やっぱ小学校のは娘がもう一緒なんで、それで、あ、なるほど、やっぱ親子2世代で聞きに行ったら懐かしいなーで、そうですね、なるほど。ちなみに高校の校歌って、あ、高校はそんな行ったこと行ってないんで分かりません。了解、ありがとうございます。すいません、お仕事中にありがとうございます。頑張って、あ、ありがとうございます。やっぱみんな小学校、まあ、親子2世代で、一応大学も校歌ってある。あ、そうなの。うん、なんかでも本当に入学式となんか卒業式の時に配られて歌った記憶はあるんだ。ちゃんと歌詞配られた気がする。そう、ね、でもなんかみんなざわざわしてた。え、あったのみたいな、ちょっとざわざわはしてた。こんにちは。YouTube の撮影またインタビューもしてます。お父さんが学生時代の小中高の校歌って今でも歌えたりします。ちゃんとは歌えない。覚えてはいらっしゃる。うちの学校廃校だったの、小学校。ああ、どこですか。雲寺小学校。雲寺小学校、今那覇島があった場所に。そう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 、那覇島の場所、うん。ワンフレーズとかでもちょっと歌えたりして。ワンフレーズじゃないけど、いや、何か、ちょっと待って。はい、すいません、ありがとうございます。いいですか。わ、すごい。すごい。今、ただ雲寺小学校1回ね、多分効果ちょっと変わったの。あ、え、効果が変わる。少しじゃあ、なんか、おなり橋とかあれ、なんかちょっと。あ、橋の名前とか、あれですか。じゃあ、歌えないから。ありがとうございます。すごい。最初に入った。那覇で廃校になるって、なんか、そうですね。ね、すごい。子供がいなくて、少ない。まあ、那覇小学、那覇島小学校。あ、統合してるんですか。あとは、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、お仕事中に失礼しました。ありがとうございます。効果なくなっちゃうこともあるんだね。すいません。今 YouTube の撮影してて、ちょっとお時間いいですか。あ、すいません、お仕事中に申し訳ない。沖縄の方ですか。そうそう、あ、小中高の効果歌えますか。小学校は無理ですね。あ、小学校が無理。中学。中高。中学も無理です。お一つずつ。高校だけ OK。あ、いけますね。え、今ちょっとワンフレーズでも歌っていただけますか。ちょっと待ってください。はい。あ、いいですか、はい、お願いします。雲湧き上がる情物ですね。どこが僕、6歳から内地なんですよ。あ、なるほど。はい。情物。天金属で。情物、群馬ですか。情物だから群馬です。近いです。埼玉出身で。あ、そうなんですか。はい、東京農大二高っていう。わかりますよ。農二ですよね。農二です。すごい。まさかの時の。そう、野球部だったんで、もうよく効果あった。あ、強いですよね、農二の野球部って。あ、その時は多少強いです。はい。おそう、だから僕、小学校の途中で転勤したんで、山梨だったんで。山梨で。で、だから小学校、効果2つあって覚えてないですよ。あ、なるほど。じゃあ全部歌えるようになったらいろんな県の効果っていうことに一番聞き効果が難しいあれだ。ありがとうございます。タイ料理屋さんですか。タイ料理。おー、すごい、はい、タイの効果はないですか。タイの効果はないです。タイの効果はたまに流れてます。あ、なるほど、効果が流れるんだ。歌えますか。歌えます。すいません、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。笹川近くに
脳に懐かしい。沖縄でつながるっていうのもまた素敵です。場所移動して、はい、FM 那覇さんに、FM 那覇さん、はい、私が木曜日、はい、で、アツキーニーニーが水曜日、水曜日オリジンチャンプルという、はい、番組やらせていただいてる、やってます。気になる方はぜひあの YouTube とかでも残ってたりするので、そうですね、お邪魔します。お邪魔します。小中高の校歌覚えてますか？覚えてます。せん。せん。もう言い方のこうあれが業界の方だった。いやちょっと一瞬ふらって歌詞出てきたんですけど、はい、いやもうふらってきました。センバルのっていうぐらいしか出てこなかった。副賞ですか？龍大附属賞。ほお。でこうなんだと思うんですけど。はい。沖縄はでも甲子園とかでなんか。確かに。むしろ気象の方がちょっと覚えてた。あ、そういう覚え方もあるんだ、効果って。確かに。甲子園で。確かに。ありますね、確かに。野球みたいな。ちなみに、気象の効果は？ちょっと、全国放送ではできない地名が入ってるところだけ覚えてた。はい、ああ。あるんだ。そこを歌わなくなりました。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。いろんな歴史が。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。すいません。今あの YouTube で、ね、撮影してるんですけど、ちょっとインタビューできます。すいません、お忙しいところ。大丈夫ですか？ありがとうございます。沖縄出身の方です。ありがとうございます。小中高の校歌って覚えてますか？そうですね。全体覚えてます。おお。全部。一番くらいは覚えてます。すごい。すごい。小学校の校歌、ワンフレーズでもいいので。若く燃える浮島の身を優先のいや、めっちゃ海南小学校だったんですけど、海南小学校、あ、ちょっと近くそれ使ったんです。あ、へえ。ちなみに中学校は、中学はあ、なんか、忘れしました。ちなみに高校、高校は、あれ？あ、なったんだけど、那覇校だったんですけれども、うんうん、やっぱりです。ありがとうございます。勢いが、この後あれですよね、ラジオ、そうなんです。あ、出られる、ゲストで出られる。あ、そうなんです。ちょっと緊張してる。緊張してるところに、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ素敵な歌声でした。本当に綺麗だと思います。ありがとうございます。今日何やられてるんですか？味噌作ってます。あ、これ私たちが作った味噌です。あの居場所とお味噌と両方あのやってて、はい、子どもの居場所、多世代型あのコミュニティの場っていうのを立ち上げて、よりみっていう、よりみやのみんながいて、よりみっていうところを立ち上げて、その資金をあの認識するために収益事業としておから味噌どこ、しかもおからで作ってるので SDGs 入ってるしとか、素敵な活動なので、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、生放送前にありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ、ありがとうございました。マジ5分前です。マジ5分前です。はい、ということでいろいろ効果を伺いまして、はい、はい、いろんな効果聞けました。県も大も県大も、いや、そうですね。小学校ので大体覚えてる方が多くて、ね、多かったね。やっぱ歌い回数とかも全然違うのと、高校で甲子園で違う高校で歌ってるっていうのもすごいし、ね、まあね、廃校になってて今は歌われてない校歌とか、うん、まあ、なんか橋の名前が変わってるとか、うん、なんかいろんな歴史を感じれたし、歴史めっちゃ感じましたね。今回那覇で聞いたので、ね、はい、まあ、那覇の校歌が限定で多かったから、はい、まあ、聞いてる方で懐かしいっていう方もいると思うんですけど、まあ、多分中部北部で聞いたらまた違う校歌とか、確かにいろんな学校の歴史も聞けると思います。うわ、いいですね。ちょっと今多分見ながら、はい、いるかな自分って思ってる人いると思う、はい、調べたりとか、そうですね、はい、ということで、じゃあ、はい、厚木の出身の大宜味小学校、大宜味小です、はい、はい、の校歌で締めていただきますか？わかりました。ちなみに大宜味小は今、はい、今もあの廃校に
経ってしまってて、やっぱりまだ残していきたいと、このせっかくなんで見てる人にも受け継がれていって、大宜味小学校の僕が通ってた時の小学校の校歌が受け継がれていくといいなということで歌わせていただきます。はい、はい、お願いします。はい、緑したたる鎮守森、流れも尽きぬ金具川、青うなばらの日を帯びて、清き心と尺道の元気な都道、沖縄チャンネルしたいや。続きどうぞ。元気な都道、大宜味港、沖縄チャンネルトートバッグ発売開始。白 T シャツ、黒 T シャツも引き続き販売中です。詳しくは概要欄をご覧ください。みんな見てる？見てる見てる今見てる見てるんですよ。あ、じゃあねー僕がデザインしました